はい、ということでね、カードが残っています。はい、ということで、ウィーク15ですね、まあ私並びの方も来ておるんですけれども、オンラインチャレンジですね。オンラインチャレンジもまあどうせ買えないんでカート小判を狙っていこうっていう形で、11時間もなくなるんですけれども、カート小判をですね、ぜひ狙おうと思ってですね、オンラインチャレンジの方していこうと思います。はい、果たしてねどれぐらいのスピードで完売するのかっていうのをちょっとね、体感しておいて、まあ、今後のねやっぱり、まあ、対策というか、まあ、いろいろちょっと、まあ、対策って言っても何の対策もできないんですけれども、まあなんかちょっとね、雰囲気を味わいたいなと思いまして、ただねオンラインチャレンジ動画を入れときたいっていうだけ、ただそのためだけにやるというね、ちょっと不適切なオンラインチャレンジになってしまうかもしれませんけれども、ちょっとね、まあこの祭りに参加したいというところで、カート小判オンラインチャレンジしていきたいなと思います。頑張るぞ。1分前ですね、1分前、プラスさんのねライブをなんかコメントしてたらもう1分前になっちゃいましたね。はい、じゃあ、行きましょう。はいまあカート小判ですね、もう今日はカート小判、あれとどこに出てくるんだろうなちょっとそのあたりも見てなかったんですけど、もう仕方がない、ニューで行きます。ニューで行くのが吉と出るか、他でね、カテゴリーから行く方が良かったのか、ちょっとね微妙なところですけれども、間もなくです。はい、もうね、はい、11時になりました。はい、この切り替わり来ないこれダメかちょっと来ない、来ない、更新がかない、来ない、ちょもう来てんじゃない、ジャケットとか来てない、まだ大丈夫、まだ焦る、まだ焦る、よし、来るぞ、よし、カート小判、M サイズの方がね、注文手続き、来い、すぐ来いって、来い、ドワー、来た、これだ、またこれだ。はい、送信。来い、すぐ来い。あー、順番待ち。この間にね、順番待ちの間にね、ちょっとあれも入れていきましょう。これのね、ピンクの、8.5、これを入れていきます。はい。でね、入れたり出したりする方がね、良かったりしますんでね。はい、カート小判。はい。くるくるしておりますよ、カート小判さん。はい、まだ残ってますよね、まだ焦るタイミングじゃないですけども、もう1分経過してますけれども、M サイズはまだ残ってますね。はい、ちょっとピンク入れちゃったんどうしようピンク入れちゃったな、まあいっか。はい、待ってきましょう。あーっと、カート小判さん売り切れ、早かったな。もう全部ないでしょうね、 M でこんだけ少ない、早かったんですから。まあ、ひょっとしたらね、認証なかった人、手動でもひょっとしたら変えたみたいな人いるかもしれませんね。まあ、もし変えてる方、手動でオンライン変えてる方いらっしゃったらね、コメントぜひください。はい、思いっきりね羨んでやりますよ。はい。さあ、ピンクですね。まあ、これも、かなり激戦になるのかな。いや、激戦にはならないか。まあ、結構海外余ってたんでね。はい。なんですけれども、果たしてどうなのかって感じですね。はい。来ないですね。来ない。はい。来ないな。もうこれ、ね、ちょっとね、このね時間がもったいないんですよね、時間が。はい、
この時間がもったいないというか時間がつなげないんですけれどもね、まあここでね、ちょっと店舗の、状況なんかを、ちょっと言っておくとですね、カート小判はですね、大阪店舗はだいたい20前後ぐらい、はあったんじゃないかなって感じですね。20から25ぐらいあったんじゃないかなと思いますね。で、マガジンとかね、マガジンキャップとかは、まあもちろん全然あのサイズもあってみたいな感じで、まあ、あの、まあソールドしてるようなアイテムなかったんですけど、ただね、この、こちらですね、ミッド、はい、グロッソミッド、はい、これがね、もう、26しかなかったですね。26しかなくて、まあ私 26.5 か27なんですけど、26しかなかったんで、これをね、ちょっと諦めたんですよ。なので、ちょっとね、このオンラインでぜひともゲットしたいという思いがございましてですね、ちょっと今26.5 入れてるんですけども、8.5 ですけどもね、まあ、アクセスが集中しておりますということで、ね、何を集中してるのかっていう感じですけどね、もう、ハートコマン終わったぞって感じなんですけど、これね、オンラインチャレンジって本当ね、見てる人もね、どうなんだろう、うん、面白くないと思ってしまうのかなと思うんですけどもね、はい、まあ結構各店舗カート小判は数少なかったみたいで、まあ、大阪は比較的そう考えると多かったのかなっていうような感じではありますけれどもね、うん、なんだったっけ外観山で5ぐらいしかなかったみたいな、うん、そんな話も聞きましたけどもね、はい、そろそろね、もう話がこう続かなくなってきてしまったんですけれども、まあ私のこのチャンネルの宣伝になってしまいますけれども、この動画が上がる前にですね、店舗並び実況ライブっていうのをですね、メンバーシップ限定で行わせていただいております。はい、いち早くですね、商品のレビューですとか、店舗の情報なんかを、見たい、聞きたい、知りたいっていう方はですね、ぜひ、メンバーシップの方を登録していただけたらなというふうに思います。メンバーシップ一応ね、月額、今のところ90円と190円2つありまして、90円でね、そういう、店舗のライブなんか店舗並びのライブですね、速報なんかは見ていただけるというような感じになっております。はい、で、もう一つの190円のコースが入っていただきましたらね、シュプリーム以外にも、あ、これいけんじゃないか、いけんじゃないか、え、どういうことおー、来た、これでいいや。はい。どう？買いたいでしょこれ。よし！買えました！はい。ということで、バンズのピンクですね、購入することができました。おい。俺ブラック買ったんだけど。ブラック買っちゃったんだけど、もう、あー、ブラック買わなくてよかった、くそー、しまっためっちゃ残ってるじゃんこれ、なにこれ、あー、めっちゃ残ってるじゃんこれ、キャップなんかも、カート小判だけだね。はい、ということでね、オンラインの方で無事にですね、バンズのピンクですね、購入することができました。オンラインチャレンジ動画見ていただきました。またね、店舗の購入品の、動画の方もご覧ください。それでは、さよなら。